社会が変わった、暮らしが変わった。この変化を受け止めながら日々の あ、こんばんは。読み上げちゃん、どこなんですか。うちのから聞こえないんだよね、今設定が。読み上げられてないね。なんだろう。ダメっぽいっすね。
れ映像キャプチャデバイス、なんだろう、デスクトップ音声生きてるんだけどな、読み上げちゃんが不調なのかな、なんかねエラーがね出てくるんだよね、読み上げちゃんを起動すると、あ、やっぱそうだね、別のプロセスが使用中ですって出ちゃう、どういうことなんだ、あ、やっぱエラーが出るな、あ、日高のり子さんだったんですか、あタスクマネージャーで、でもなんか全然バックグラウンドも使ってないんだよな、読み上げちゃんが2回2つ起動してる？してないみたいなんだけども、なんかが使っちゃってるみたいだよね、そこのところを。ちょっと PC 再起動しますね。多分そのままでいていただいて大丈夫だと思うんで、ちょっと再起動してきますね。よしおさん、テスト、全、小部さん、治ったかな？あ、OK ですね、大丈夫そうですね。今度、字幕ちゃんが、全、小部さん、聞いてない。お、治った。これかな？違うな。オッケープチプチは大丈夫ですかね、あ、今度ヘッドホンが効いてねえや、全小部さんただ誰もいなくなったような、はじめまして、僕機械の少年ピーノ、どうぞよろしく、これなんか結構名作みたいですよね、やったことないんですけど、ミヤポンさん、いますよ、わら、ただ誰もいなくなったような、いますかいますか、大丈夫ですか、わし一人だけ、二人しかいない全、小部さん、あ、よかった、わら、同時視聴4人かな、でもなんかくるくる回ってるな、これリノッカさん、2人、あ、戻ってきてますか、徐々によかったドサンコさん、こんばんは、おバイオの努力やりながら見に来ました、あ、ドサンコさん、こんばんは、あれですか、セブンは、セブンですか、ね、それはミヤポンさん、くるくるしてたのでリロードしました、あ、そうですか、ちなみにあれですか、音声ハウリングとかしないですか、ちょっとなんか、いや、ヘッドホンがちょっと使えないので、ドサンコさん、
7ですね。やっと本編クリアできたので。あ、そうなんですか。なるほど。前、小部さん、ガンガンでワンダープロジェクト J の特集してて記事だけ読んでやった気になってました。わら。そうなんですね。なるほどなるほど。宮本さん、音波大丈夫です。あ、了解です。でもあれだね、スピーカーから出してからマイクが字幕ちゃん拾っちゃってるね。まあいっか、これはこれで。どの道同時に喋ることないもんね。じゃあヘッドホンが実況用にボイスチャットも使えるようにしたじゃないですか。で、多分ヘッドホンを別にもう一個作んなくちゃいけないんだよね。それ用に。そう、保温錠よ、保温錠。ここなんだ。あ、占い師のばあちゃん。こっちのがいいのかな。あれケビンさんさ、他の人が喋ったやつとかもこれならね、全員の会話が翻訳されるからね。なんか結局あれだよ、占い師のばあちゃんのセリフってあんまり役に立たなかったんだよね。お、翔誕島がある。自由で行き来できてるような気になってるんだけども、実はもうあれだよね、入れる場所が決まってるから、行ける場所っていうのは限られてんだよね。なんだあの祠は、入れないな。昨日入りましたっけ、あそこの祠。あそこの階段のところもちょっと気になるな。さっき右側にありましたね、階段が。あれ、こっちになかったっけ。もう分かんなくなってて迷子になってるよ。階段見かけたのにどっか行っちゃった。これ何だっけ、入れないんだったっけ。昨日入れなかったよね、確かね。録画見てたからなんか入れなかったような気がするのを覚えてる。さっき見たんだよ。どこら辺、これあれだよ、フォーン城の近くだよね、これね。大坊さん、こんばんは。あ、大坊さん、こんばんは。これ、なんだっけ。あー。なんだっけ。クリアベールか。これがあれだよね、でも夢の世界なんだよね。これちょっと降りてみるか。シゴルさん、来てないような気がする。こんばんは。あ、シゴルさん、こんばんは。ここ来てないよね、多分ね。毒沼に囲まれた場所なんだ。いや、なんか来たような気もするな。
ヘッドホンしないで会話するのがなんか恥ずかしいな。怖いな、レッサーデーモン。地べた張ってる感じだね。大坊さん、確か6から敵が動くようになったんだよな。敵が動く？あ、アニメーションでってこと？へぇ、知らなかった。5動いてなかったでしたっけ？本当だ、動いてるわ。あんまり気にしなかったけど。俺最初感動したのが、あのキラーマシンがアニメで動いてるのを見て、何だったっけな、 DS 版のドラゴンクエストジョーガーかな、見て感動した。あ、毒だ。この世界はあれだもんね、下の世界は船もないの？あ、船はあるんだよね。でも空中の移動がないよね。夢の中の世界はベッドがあるけど。こっちはあれか。とりあえず見たら橋を渡ってみますか。音声も特に問題なければあれかな、ヘッドセットなくてもいいのかな。なんかダブルで聞こえてたりするとちょっとダメかなと思うんだけど、あれ大丈夫かな。え、毒なってないよね。あそこ荒れちゃったからだよね。アルミテアイスなんか戻ってこないですね。怒っちゃってんのかな。ジェン、コベさん、ウーサーが忙しいんでは？ああ、配達が急に入っちゃったんですかね。まあ、12時ぐらいまで忙しいでしょうね。あ、はいはい、ゆめちゃん、ちょっと待ってください。さ、グラボ交換して FF ベンチやったら非常に快適だから。小部さん、すぐに見てるぞ。え、わら。あ、アルミラージュがいたっつって、あれだよね。殴っちゃ、今いないから殴っちゃう、殴っちゃうと言うと出てくるよね。
あれここは来たところだ。ああ、あそこ上がって上に行ったんだっけ。意味ないじゃんね、ここ探索して。アルミラージさん、飯作ってるわ。あ、飯作ってんのか。なんだなんだ、いたいた。アルミラージさん、ウーサーから帰ったとこや。帰ってきたんですか。今日の夕飯何なんですか、ちなみに。アルミラージさん、このチャットの流れはまさか。このチャットの流れはまさか。何ですか、何ですか。全、小部さん、なんだかんだで、アルミラージさんが好きな吉尾さん、わら。とりあえず上戻りますか。ここ来たんだね。アルミラージさん、パッとバックしてみたが、アルミラージを攻撃した感じではなさそうだな。出てこないで、ちょっと。アルミラージさん、一体アルミラージに何をした？してないっつうの。ミヤポンさん、ルーラすればよいのでは。ルーラか。アルミラージさん、ハケ。だけじゃないよ、何もしてないよ。保温所、あれ下の世界か、保温所は。これなんか漏れてんのかな、話してないところがあるのかな。これ行っちゃうと出ちゃうもんね。ここで出ちゃうんだよね。端、ドラクエシリーズのあの端っこギリギリ歩いていく伝統のやつが使えないんだよね。アルミラージさん、チャットの感じだと私が見てないとこでアルミラージを攻撃したみたいに見えるが。だからこう、あれ、アルミラージさんがいないから、アルミラージを攻撃したとかっていうと、アルミラージコースケさんがすぐ現れるんじゃないかなと思って、ちょっとそんなセリフやってみたんです。そしたらすぐ出てきたみたいな。アルミラージさん、てかまだ不具合か。吉尾さんの声が江川卓に似てるが。江川卓に似てる、マジで。ドサンコさん、この辺は全く覚えてないですね。音声がね、今日はね、あれヘッドホン使ってないんだよね。ドサンコさん、どこに行けばいいのやら。どこに行けばいいんだろう。ヘッドホンを使えてないのよ。ヘッドホンちょっと分岐で三つまたにしないといけないな。3種類ちょっと PC もね、組み直しで別なケースにちょっと入れなくちゃいけないから。アルミラージさん、これ伊川スグルの実況と違うの？違うよ、声全然違うでしょ。あれ、え、なに、通りくださいになってる。どうぞ、どういうこと、なんで急にお通りくださいになって。小部さん、分岐すればするほどレベル落ちたりしないですか？レベル落ち、アルミラージさん、江川すぐるやぞ。マイクの方は、分岐してるわけじゃなくて、自分が聞く方が、分岐するだけだから、自分の耳の方のヘッドホンだけなんですよね、分岐するのが。なんで、問題ないかなと思います。ただ棒読みちゃんの声、この状態だと棒読みちゃんの声をマイクは拾って翻訳してくれるんで。アルミラージさん、大臣が地下に通すように兵士に言っておくと言ってただろ。大坊さん、今は半導体不足でグラボ高いんじゃないの？グラボね、なんか去年の年末ぐらいから値段下がってるみたいだよ。下がってるっつっても6万、6万、
隠れちゃったよ、グラボに。音声のミキサーも合わせると全部で今月8万ぐらい使っちゃった。何も買えねえよ、飯も買えねえよ。俺さ、鏡姫を見せてもらったことがあるの。小部さん、スドハ最近めっちゃ安いですよね、びっくりする。あー SSD ね。だって1テラがさ、今さ1万円以下で買えない。俺プレステ4プロの1テラの SSD、 なんかなんとかイーストとかっていうメーカーのやつなんだけどさ、あれで6000円ぐらいで買ったよ、アマゾンのセールで。めちゃくちゃ安いのあれさ。なんだろう、俺昔あの SSD とか SD カードとか売ってたんだけどさ、仕事で。大体作ってんのって中身の部分の、なんだろう、フラッシュっていうか記憶の部分とコントローラーの部分って作るメーカーってそんなに多くないのよ。 2,3 社ぐらいしか作ってないんだよね。で、いろんな東芝とかサムスンとか、あとなんだろう、キングマックスとかいろいろメーカーあるじゃない。なんかアメリカに売れなくなってダブった在庫を売りさばいてるらしいですね。あ、そうなんだ、ダブったんだ。あ、だから市場的に値段が下がってるってことなんだね。で、メーカーっていうのはそこのところで作ったパーツを、小部さん、対中国の政策対策で。あ、そうなんだね。へー、あのメーカーっていうのはただ組み立てだけなのよ、パーツを買って。だからそこの元々のフラッシュの出荷元と、あのコントローラーの出荷元が出してるのが品質、そこが出荷してるのが品質全てなのよ。でそれが多分 S ランクから D ランク E ランクぐらいまであって出荷されてて、どこのメーカーがどのランクを買って組み合わせてるかっていうので、あの不具合が出るとか速度が出るとか出ないとかっていうのがあるらしいんだよね。でまともなメーカーっていうのは普通のやつ買って作ってるからまともな速度が出るわけよ、普通に。でもなんかこうすんげーマイナーなところは、あのランクが低いやつを組み合わせて作ったりするとちょっとまあ不具合出ちゃったりするんだけども、大概でも普通にね、名前が出てるシリコンパワーとか、あのぐらいのところでもちゃんとしたやつ使ってるから、そんなにね悪くないと思うんだよ。ただなんか全然不良のね率が、KK さんこんばんは。でも不良率がむちゃくちゃ低いメーカーがあって、 A データっていうところはむちゃくちゃ低かったね。あの不良率が、あの返品率がすごい低かった。全小部さん、相性テストとかもしてるらしいですけど、合わないと全部入れ替えたりするって聞きました。あ、相性テストとかしてるらしい。あー、そうなんだ。KK さん、今日暑かったですね。今日暑かったですね。相性テストとかもしてるらしいですけど、合わないと全部入れ替えたりするって。それですか、コントローラーとそのフラッシュの部分で、記憶の部分ですかね。まあ多分そういうのあると思うんだけども、昔ね、なんかすんげえなんかあのメーカーに対して安く出荷しろとかっつって何癖つけて出荷しまったら、あの不良品全部入荷された時があったよ。ネズミコンピューターの人が、ネズミコンピューター、マウスコンピューターの人が、あ、そうなんだ、あ、SSD とかハードディスクとかですかね。マウスコンピューターは誰ですか、パソコン作って出荷してるんですよね。あの出荷してるというか、パソコンのパーツを組み合わせて出荷してるんですよね。多分大手のところはもう相性合わなかったら返品とかやってんだと思うんだけど、契約とかで速やかに立ち去っていただきたい。え、なんで、何の話だったっけ。ここは鏡の間だ、誰も入れないよ、王に言われている、速やかに立ち去っていただき、こっちは入れるのかな。ドサンコさん、須戸にはそんな事情があったんですね。なんであれですよ、なんか評判悪くないところのやつだったら大丈夫だと思うんだけども、ケさん、鏡をどうかするんですか。鏡をどうかするのがね、鏡の間になんか王様がいて、姫様じゃないな、鏡の中の人に惚れ込んじゃってるんでしょ。扉の中から話し声が聞こえる。姫よ、私にはあなたが何者なのかわからない、その名も知らぬ、私にはもうあなたにしてあげられることはない。大坊さん、
昔ハックスプデス度起動1秒だったけど今ハス度でないときついよな。あーそうですね、大坊さん、そうですね、もう小部さん、アメリカで売れなくなった。どこで売ろう。あ、日本と韓国でいいじゃん、B 中華系。ケイ、ケさん、今日はいよいよボスを倒すんですか。あ、前後ベタン、そうなんですね。あ、アメリカと仲悪くなったからねって感じで。KK さん、今日はボスを倒すんです。まだだよ、まだだよ。このように会いに来ることくらいしか済まない。私はもう部屋に戻らねば。あら、ポンオムー、そなたたちはポンオ鏡姫を見に来たというなら諦めてもらおう。彼女は見せ物ではないのだからな。用があるのなら上を着てもらおう。ああ、ここは鏡の間だ、誰も入れないように王に言われている。やっとあれだね、とりあえず話が進んでるね。よかったよかった。なんでこの頃になんでこの頃に銀行がいいんだよ。ケイケさん、 iPhone iPhone。 iPhone で中国産の難度フラッシュを買わなくなったんですかね。喧嘩状態になっちゃって。この人は鏡の的なと宝物庫になっています。ですからあまりうろうろしないでくださいね。最近の玉座にいられないことがいい。大方鏡の間で姫を眺めているんだろう。鏡の中に姫がいるんだっけ。宝物子泥棒ですね。わら、そうですね、宝物子泥棒ですね。あの、きちんと泥棒してきましたよ。美しそうと美しそうだけ不思議な木の実かな。まあ、ちょっと吉を使っとくか。美しそうはあれだね、そのうちファッションショーがあるから袋にいとこ。あ、でもこれ半分まだ行きないのかな。やっぱファッションショーとかもまだやってないもんね。あと海にも潜ってないしね。でもなんか海のあたり潜ったらもうラストの方のような気がしないでもないけど。ん、またそなたたちか。王に粗相のないようにな。本王、そなたたちは先ほどの歩法、まだ生き残っている魔物を退治するために世界中を旅を。それはなかなか関心なことだな。しかし鏡姫を見せるわけにはいかない。父の代の時は城の名物として旅の者などにも見せていたが、私は父とは違う考えなのだ。鏡姫は断じて見せ物ではない。悪いがお引き取り願おうか。いや待て、世界中を旅していると申したが、頼みがある。もしラハの鏡というものの噂を耳にしたら知らせてほしい。も持ってんじゃん。ラハの鏡があれば地下の鏡姫を鏡から助けられるかもしれないのだ。くれぐれも頼んだぞ。持ってるつもり。どうした、まさかラーの鏡の噂をすでに聞いたことがあると。いいえ、なんと噂ではなくその鏡を実際に持っているだと。ハッサンはラーの鏡をフォーンに見せてあげた。そんなに話が進んじゃっていいの。一気に進んでない。おお、それがラーの鏡か。なんとも美しい。よし、それを持って私についてきてくれ。さあ早く。じゃあアルミラージコウスケさんの今日の晩ご飯何なんですか。聞いてるかな。
魔物も入っちゃってるよ。本当にあれだね。ちっちゃいな、思ったよりちっちゃいな鏡が。あれなんかディースはもっとでかかったような気がするけど鏡。フォン王、これが呪いの鏡だ。この鏡の前でラーの鏡をかざしてみてくれ。さあ。コベさん、明らかに魔物感、わら。そうだよね。鏡がね、出てくる魔物そっくりだよね。袋の中に出てっかな。出す。おったった。ケイ、ケさん、なんと鏡の中に。姫がいるみたいですよね。でもあれじゃない、なんかずーっと親の代からいるってことは年齢がだいぶ上なんじゃないの。先輩なんじゃないですか。ハッサンはラーの鏡を頭上に高くかざした。鏡には悲しげな顔の女性の姿が映っている。そしてその背後には不気味に笑う魔物の姿が映っている。こうなったらメラで、メラでもう燃えちゃうんじゃないの。フォン王、どうしてだ。なぜ何も起きないのだ。やはりラーの鏡を使っても姫を助け出せないのか。しかし彼女の後ろに映っていたものは、ヨシオの顔だった。ヨシオの顔だ、ダメじゃん。魔物は一体、もしや、すまない、ちょっと調べ物ができた。また後で上に来てくれ、頼むぞ。ケイ、ケさん、鏡のホラーの演出って怖いですね。鏡のホラー演出、あーね。昔なんかあれだよね、あの心霊特集で、あの動きが違う、鏡の中の動きが違うとかなんかありましたね。子供の動きと鏡の中の動きが違う。調べてねえじゃねえかよ。たった今そなたたちの持ってきたラーの鏡で全てがはっきりしたぞ。ここに古い本がある。これは昔からこの城にあるものだ。ケイ、ケさん、ホラー映画は怖くて半目でしか見れないです。あ、半目でしか見れないんですか。あら、フォンを書かれているのは、とある王子と美しい姫の恋物語。そしてそれを快く思わない邪悪な魔法使いミラルゴ。まあよくある物語だ。だが違う、それはただの物語などではなかったのだ。ラーの鏡で見えたあの魔法使いは、この本にあるがミラルゴにうり二つ。やつはまだ生きている。だから姫の呪いが解けないのだ。そなたたちは確かまだ残っている魔物どもを退治するために旅をしている。ケさん、ミラルゴハオモさん、説。ミラルゴは主さん、主さん、説ねえよ。絶対ねえよ。そなたたちは確か、退治するために旅をしていると。頼む、ミラルゴを、やつを探し出して倒してくれるのか。いいえ、ハッサンと申したのはそなたたちが頼りなのだ。頼む、ミラルゴをやつを探し出し倒してくれるのか。いいえ。ダメだ、これやんないとダメなのか。おう、やってくれるか。では後のことはそこの大臣に聞いてほしい。頼んだぞ、ハッサン。ケイ、ケさん、出た、殿下の家。殿下の家。もしあの物語が真実、事実を書いているのなら、ミラルゴはお城の北の湖に囲われた塔の上に住んでいると。しかしこの城の北には塔など謎はないし、いやはや全く。北にある塔は、
だがもしミラルゴの塔を見つけたならその扉の前でインパスを唱えなされ。物語が真実ならそれで塔の扉が開くはずじゃ。なんかあそこ入れなかったところかな。なんかあったよね塔がね。ここ入れんの？入れんのかい。王の寝室でしょここ。しけた家だぜ。何もねえ。はあ、王様も早くお相手を見つけてくださらないかね。ジェン、コベさん、インパスルルルル。出たね。インパス。出ないでこのベッドも無駄になっちゃう。つうか、結婚する前にベッド買っとくっていうのもね、なんか微妙な感じがするけど。ん？あとにしてください。ミヤポンさん、入れんのかい。昨日も言ってた、わら。え、入ったの？え、昨日も入ったの？マジで？全然忘れてんだけど。ということはここは現実の世界だから上の世界に行って北にある塔に行けばいいんだよね。ここの場所がだいたいどのあたりかをちょっとここら辺か。この上あたりに上の世界でね、塔があるんでしょうね。じゃあちょっと上の世界に行くんにはどうしたらいいの？ダーマ神殿か。ドラクエ6ダークドレアムが確か出てきたんだよね。ちょっと楽しみだ。どこら辺なんだろう。ボンジョは上の世界ないんだよね。ベッドないの？どっかルーラルといえばベッドついてくるか。静かにしてください。あれどこら辺だったっけ。左上あたり。ケさん、今日は晩ご飯は何食べたんですか？今日のわしの晩ご飯は焼き鮭とアジのフライとあとスンドゥブとあと納豆ご飯あとサラダ食べました。結構てんこ盛り。納豆はね、実家がよこしてきてさ、食べきんねん。毎食食ってるよ納豆。あれどこだ。結構てんこ盛りっすね。これかつか、本城は上の世界じゃないの。北に塔があるとかって言ったらここら辺にあるはずだよね。ないのかな。本城上の世界ないの。ここで来た井戸あり。なんかどっかで見たようなセリフだな。この塔かな。でもあんまり遠く離れちゃうと忘れちゃう。これかな。ケさん、違う。ダークドレアムとは知り合いなんですか？あ、そう、割とね、仲良くてねって、おい。これじゃねえじゃん、これじゃない。この塔じゃない。これなんか試練の塔だよね。ケさん、すごい、てんこ盛りですね。そう、てんこ盛りなんで、量を調整しないと太く。そこは試練の塔では。そうだよね、試練の塔だったね。なんか入れない塔があったよね。そうだ、この左、ここら辺だ、この辺じゃなかった。これだ、これが入れなかったんじゃない。
あれでもフォン城ってどこに下の世界ないのかね。多分これだよね。ここでインパス？じゃあ唱えてみますよ。悪いた、ここだ、ここだ。ちょっと待って、ちょっと待って。MP とか。つうか今回さ、祈りの指輪は一個も手に入ってないんだよね。インチキできないんだけど。大坊さん、ズルできないようになってるな。未来予測で、あれ使えないようになってる。ちょっとあれ、宿屋をどっか近くにないのかな。なんか町とか店、なんかなんもないんだね。ちょっとクリアベールにてちょっと宿泊しましょうか。いまだにあれだよ、思い出すが使えないよね、全然。使いこなせないね。占い館の方が近かったかな。あれ、宿屋どこ？ミヤポンさん、使おうとせず諦めた宣言した人は誰すか？わら。いや、使おうとはしたよ。努力したんだけど、なんかどうも押すタイミングがよくわかんなくてさ。何回も間違えてるあたりにも心が折れたよ。今どこ？あ、割と近かった。この上だもんね。下の世界でフォン城はないのね。ないよね。アルミラージさん、さあうどん作ったぜ。香川さんのさぬきうどんの乾麺が200円のが半額や。あ、いいっすね。小部さん、またミヤポンさんに怒られるって聞かねパターンが。そう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 、怒られるんだよ。言ったじゃねえかよとかして。アルミラージさん、いただきマンモース。ミヤポンさん、後で痛い目を見るからいいや。ボソ。ボソ？え、そうなの？そんなことがあんの？まあ、でも今あれだから、ネットで調べられるから。半名のサルキうどんか。作戦とかもあれ、これ入れない、4人しか無理なのか。じゃああれ、ヨシを連れてこないとダメだね。ケイスケさん、インパスで扉が開くんですね。そうそうそう、意味が分かんないよね。アルミラージさん、食感がゴムみたいでうまい。グルメレポ0点。ヨッシーさん、こんばんは。あ、ヨシさんこんばんは。ちょっとヨシをメンツに入れないと回復ができない。あお。まあ、いいか。
ょテレビじゃねえ、あれ PC の中身入れ替えるついでにちょっとテレビ周りのゲーム環境も。レッサーパンダ。そうですね、レッサーパンダですね。割とちょっとかわいめの感じの、ちょっとスカウトしましたよ。PC 周り、PC とかゲーム環境のやつをちょっと配置変えようかなと思って。アルミラージさん、レッサー小ヤブ。レッサー小ヤブ。ケイケさん、レッサー移動。レッサー移動ではない。ちょっと待って、並び替え。マッサン、アモス、ヨシオ、ミレイルいきますか。作戦的には呪文使うな。これであれよ、チャモの杖で MP 節約。アルミラージさん、作戦派、自分、いいっすかで。自分、いいっすかよくわかんないな。ちなみに、ヨシオ、ヒットポイントが217になってる。ケさん、作戦派、ここ掘れワンワン。違うよ。意味わかんないよ。ちょっと待って、一個一個これ階段四隅にあるから、4箇所あるから、一個一個は登ってきた方がいいのかな。アルミラージさん、元手に出る感じで自分の個性を生かす感じで。下手に出る感じで。なんかキメラのグラフィックが全然良くないんだけど、これ鳥山明デザインじゃないよね多分ね。このキメラ名前がキメギラになってるし、おザキ覚えた。アルミラージさん、レッサー小籔、あっ自分、いいっすか？全、小部さん、いいっすか？キメイラですから、わら。キメイラですから、やっぱ名前が違うから、別デザインなんだね、多分ね。ヨッシーさん、キメラというよりニワトリ感ある。ニワトリ感ある。ケイ、ケさん、ここにもやっぱボスがおるんですかね。ボスいるかね。あ、ボスいるかね。ここはいるでしょ絶対。あれだよ、みなんとか魔術師だよ。なんか見れるば。アルミラージさん、芋焼酎キメイラ。芋焼酎キメイラ。よくわかんないな。アルミラージさん、辛口一本。辛口一本、何の話？ホラーウォーカー。アルミラージさん、芋焼酎キメイラよ。そんなのあるの？名前、本当に。アモスさんもハッサンもやばい。
アルミラージさん、ないよ。作った。ねえのかよ。ねえのかよ。ゲントの杖ってベホイミぐらい？あ、アモスさんがやばい。ちょっと待って、ちょっと待って、やばいやばい。アルミラージさん、ただブランデーのドデカミンワリをアルミラージのよだれと名付けてます。ドデカミンワリ。全小部さん、スライムつむり派なんかいやらしい相手ですよね。小さい上に防御力高いし数多く出てきて。ああそうだね、なんか身を守る的なあれ攻撃パターン確かありましたよね。これあれかな、アーモンさんヒットポイント低いのか。そこまででもないね、195あるもんね。守備力190だからかなり高い。盾としてもね、前衛としていいよね。俺回復全然しなかったらっけか、ただ単に。アルミラージさん、ブランデーのドデカミン割結構いけますよ。エナジーハイボールな感じでヤバい感じします。この時間にでもあれだね、そのエナジー系のやつってさ眠れなくなっちゃうような気がするから。あ、やばいやばい、回復しなかった。全小部さん、ギンギンになるんですね。この時間にギンギンになってどうすんのよ。ミレインがベホイム唱えたら MP なくなっちゃうじゃんよ、あんた何やってんだよ。ミレイユさん MP が70、まあ大丈夫か。アルミラージさん、ガンギマリ、眠気もブランデーのアルコールの眠さとドデカミンのカフェインの目が冴えるのでホコタテが味わえます。そうなんだ。全小部さん、ホイミスライム仲間にならないかな。ホイミスライムはなんかイベントで仲間になるんじゃなかったっけ、違ったっけ。戦闘ではなったのかな。 DS 版はなんかイベントかなんかっていうか普通にクエストやってる最中仲間になったような気がするんだよね。キングスライムとか、あとピエールとかも。ケイケさん、ツンツン派元気にしてますか。ツンツンはね、拗ねてるね、今多分ね。ルイーダの高場にいるよね。アルミラージさん、波間に揺れる月の涙とかそんなシャレオツな名前はつけませんよ。アルミラージのよだれや、のめ。
飲まないよ。やばいやばい、ミレイユさん間に合った間に合った。あれこれ何、下に降りるところがあるな、階段が。いきなり正解引いちゃったのかな、2個目にして。けいけさん、これから暑くなってきますね。夏は好きですか？あ、夏は好きですね。夏生まれなんで暑いのは全然大丈夫なんです。体が寒いのは大嫌い。むしろエアコン使わなくてもあれですよ、夏場全然過ごせますよ、快適に。犬がいるからエアコン使ってますけど。アルミラージさん、どうせ最後のダンジョンで取る装備が最強だから、ここで取る装備も使わなくなるだろう。あ、まあそうなんですけどね。ジェン、コベさん、ある意味口神酒、アルミラージのよだれ。口、何だっけそれ、あの、なんかあの、新海誠のなんかありましたよね、なんか。こっちから行くの。でもこれ行き止まりだな、これどう見てもね。アルミラージさん、ここ行き止まりか。君の名は大坊さん、だそうだそうだ。猫は熱いのどうなんだろう。猫は大丈夫みたいですよ。もともとの発祥は砂漠のあれ、エジプトとかでしょ。あっちが猫の発祥の地らしくて。大坊さん、猫は汗かかないよね。そうですね、日本の暑さぐらいだと暑いなって思うのが年に 2,3 日ぐらいみたいですよ、猫的には。だって夏場に日向ぼっこしますからね。アルミラージさん、リビアよ、猫派だから寒さに弱い。あ、リビアなんですか。あー、夏場にあれです、日向ぼっこしますよ、普通に。うちのところで壁際ですげー暑いのに、壁際窓際で。犬派暑いとどうしたらいいんですか。犬派暑いともうあれですよ、エアコンかけてあげるとか、水ぶっかけてあげるとか。うちあれですよ、ラブラドールとか行った時は水浴びみんなでして、舌を出して、はーはー、リノスカさん、舌を離れ、砂猫派かわいい。砂猫、砂猫、砂猫ってあれだよね、野生の猫だよね。アルミラージさん、ラブドール、ラブドールは水浴びして連れて歩いて散歩してたら捕まりますね、確実に。ビジャビジャにしたラブドールを抱えて歩いてる感じですよね、捕まりますね、それね。あ、やばいやばい。ジェン、コベさん、おまわりさん、この人です。指ささなくても大丈夫ですよ、連れてかれちゃいますから。アルミラージさん、マヌルネコ、マヌルネコって何だったっけ。アルミラージさん、ロシアあたりの猫よ。あ、そうなんですね。へえ。リノッカさん、
那須動物王国で有名ですな。あ、そうなんだ。へえ。そうや、なんかロシアンブルーって猫はなんかアルミラージさん、スナネコみたいな希少な猫。スナネコ？へえ、スナネコはよく分かってないけど。やばいやばい、ちょっと回復しておかないと。全小部さん、NHK で出てますね。ダーウィンが来たぜ、わら。あ、そうなんだ。え、ダーウィンが来たって、出てるんだ。シゴルさん、私もラブドールと歩いてみたい。くさ。捕まるから。捕まるって。アルミラージさん、ロシアンブルーというけどあんな短毛タネの猫がロシアなわけないだろと。あ、でもなんか本当にロシアにいたらしいんだけども、なんかあのロシア革命かなんかの時に、あのなんかあのなんか税貴族の象徴みたいな感じで殺されたみたいですね。あ、ラブラドールはもうあれですよ、ほぼ人間ですよ。知能とかそういうのが5歳児ぐらいの知能とかって言うんですけども、分別のある5歳児みたいな感じですよ。もうアルミラージさん、空気もロシアで品種改良されたとかでしょ。いや、まあロシアで品種改良されたんですけども、あのロシア革命あたりであの贅沢品みたいな貴族の象徴みたいな感じでみんな殺されちゃったみたいで、ロシアのロシアにいたロシアブルーは殺されちゃってて、イギリスに残ってたのを渡って残ったのを。主さんとどっちが賢いですか？ラブラドールのが賢いかな。なんでそんなこと言わせないって。残ってたのを、こうなんかそれ繁殖させて今にいるみたいですよ。だからロシアに残ってたやつはあんまないみたいですよね。みんな殺されちゃったみたいで。アルミラージさん、ロシアひでえな。スターリン派猫の敵。ああ、まあそうそうだよ、そう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 。猫殺すことないのに、でもロシアでご主人様が亡くなっちゃったらもう死ぬしかないよね。変な話、寒さもありながら。一応ね、二重紐毛なんだけど寒さは弱いみたい。もうあれなんだろう、ファンヒーターつけると目の前に行く。バーって全力で浴びてるよ。小部さん、メタルスライム派仲間にならない？メタルスライム仲間にならなかったような気がするんだけど、通販版はわかんない、ね、アルミラージさん、そら短毛種だからな。あ、そうですね、短毛種だからね。リノッカさん、メイン PC 死んだ。今、サブプクからアクセスしている。復旧面倒くさい。え、メイン PC が死んだの？なんで死んじゃったの？電源とか？デスクトップ？アルミラージさん、ヨシオさんも短毛種ですか？短毛種だね。全小部さん、リアルタイムでクラッシュ報告、わら。大丈夫かな。リノッカさん、デスクトップなんでかわからんですよ。デスクトップはね、死ぬのがね、だいたい電源とかだよね。ミヤポンさん、ヨシオさんの毒電波のせいでリノッカさんの PC クラッシュ。毒電波言わない、毒電波言わない。
リノッカさん、やばいね、よしおじる、けいけさん、毒電波、メモメモ、メモメモじゃないから。アルミラージさん、よしお汁とか美味しくなさそう。美味しいよ、むちゃくちゃ美味しいっつうの。よし、3個目の階段。あれ、隣と繋がってる？あれ、ダメじゃん。あれ？アルミラージさん、神奈川名物よしお汁、ホモが喜びそう。喜ばねえよ、なんで俺がホモ寄りなんだ。コベさん、お味噌汁、よしお汁、似てる？似てねえよ、似てねえよ。ミヤポンさん、うふふ、ニヤニヤ、ニヤニヤ、なんかまた迷ってんのこれ。ケイケさん、なるほど、バズるかもしれませんね。バズらねえよ、絶対バズらねえよ。あれ、他に階段ないじゃん。やっぱこっちでいいのか。ミヤポンさん、どっちかっつと炎上する方、わら。アルミラージさん、つくねとインナー入れてる汁、別名ポコチン汁。つくねとウインナーじゃないから、ポークビッツがバーッとたくさん入ってるから。アルミラージさん、発展汁じゃないか。発展汁じゃない、やめろって。でなんでそっち寄りになっちゃうの。全然俺暖色ないんだけど。コベさん、何色でいいの？え？暖色でいいの？暖色だから。ケさん、主さん、発展汁とは何ですか？細かく説明お願いします。アルミラージさん、じゃあ女が寄るのか？ミヤポンさん、ドラゴンクエスト6をやらないかですしね。やらない。わら。そっか、それはしちゃったな。お、スモシャツ。これあれだよ、技とかもう全部ね、ずっとそのタイトルですからね。で、そのタイトルにしたからといってあれだからね、誰も食いついてこないから。何のためのタイトルよこれ。あれ、アモスさんが亡くなっちゃったよ。ジェン、コベさん、そういう人が来るんでは。来ないよね。何もそのタイトルで。アルミラージさん、来たっていう人も、ね、我々が来てるでしょうが。我々が来てるの。ちょっと待っててよ、みーちゃん。あ、一回来た。けいけさん、にゃんと、
アルミラージさん、ワンチャンケビンさんがホモかもよ。ワンチャンケビン、そういうのやめなって。あとで見てると思うよ、多分。道具。アルミラージさん、ケビンさんくしゃみしてるかもな。1日ぐらいで全部あの翻訳バージョン出してるからね。ベッテンコさん、こんばんは。あ、ベッテンコさん、こんばんは。ミヤポンさん、ブラジル派同性婚 OK ですし、自己申告で性別変更できますし。え、そんななの？アルミラージさん、ヨシオさんがヨシコさんになれるのですか？ならねえけどな。ケイケさん、ヌシさん、行った方が。ジェン、コベさん、それでムッキムキな女性がオリンピックとか出てるんかな？あ、そうなの？え、でも出れんの？あれ、生物変更で。最近なんか陸上はダメとかなんかなったよね。あれダメじゃん、こっち。アルミラージさん、男だらけのカーニバル。それきついよね。実際さ、海外とかっていうとさ、ブラジルとかでリオのカーニバル見てみたいとか思うけどさ、怖くていけないよね。どうなんだろう。アルミラージさん、ミレイユがバギマ覚えたぞ。あ、ほんと？あー、すごいね。アルミラージさん、ミレイユのバギマ。やめろっつう。やめろ。おべさん、治安が怖いですよね。そうなんだよね。全小部さん、日本人狙われそう。そうそう、観光、ね。アルミラージさん、バギマでしょうが。だからそれ発音しなくていいから。しかないもんね。アルミラージさん、ミレイユがバギマ覚えたのだぞ。連呼しなくていいから。アルミラージさん、ブアギマ。もうより近づけるの。全小部さん、バギムーチョ派？バギムーチョ。まあ、似てるけどね。アルミラージさん、バギムーチョッチョ。ケイケさん、ヌシさん、バギマって何に使うんですか？バギマは敵に呪文として使います。それ以外はダメです。あれ、これなんか目の錯覚なんかあるわけ？どういうことなんだろう。ここが多分正解なんだろうと思うんだけど、
アルミラージさん、バギムナンチョッチョ、ケイ、ケさん、間違えた、どこに使うんですか？バギムナンチョッチョ、どこに使うっていうか、使われる方だよね、どちらかというと。受け身な感じだよね。何の話だ？でももうレベル28よ。ここがあれだもんね、普通の宝物あるところだもんね。なんもなくて。ミヤポンさん、モンスターに使わないのか、すげえな。バギマ、ケイさん、なるほど、使われるんですね。メモメモ。そうそう、使われる方だね。モンスターに、そっか、そういえば。アルミラージさん、ミレイユのバギマ。これを連呼しなくていいから。あ、ハッサンが混乱しとる。うおー、ミレイユさんがダメージ食らってるな。ジェン、コベさん、なかなか女性率が上がりませんね、わら。なかなか女性率が、このチャンネルでですか？ケイ、ケさん、なるほど、ミレイユさんにメモメモ。メモしない、メモしない。マシのチャンネルあれだからね、 99% 40代、50代だからね、男。ここはあれなんだよ、インパス、もしかして。アルミラージさん、おすぐさえな。ここインパスじゃない。ラーの鏡とか。オスくせえな。そうだよ、ここのチャンネルはオスくさいんよ。しかも若い人がほぼいないけど。アルミラージさん、ハッサン、君の心をエンパス。何の意味があるの？ケさん、オス。ミヤポンさん、ここな、わかりづらいよな。ここなんだろう。ここのぐらいなんか知らしなくて。ベッテンコさん、でもヨシオさん派男子ばっかりの方がいいですよね。いや、女性の方がいいですよ。お、バーバルヒャダロク覚えた。ここなんだろう。ミヤポンさん、でも単純すぎて、なんだよって言いますよ、わら。これ下がなんかある？アルミラージさん、あれ？両刀使いでしたか？え、両刀使いじゃねえよ。あれ、なんかここ段差があるの。ケイ、ケさん、なるほど、メモメモ。関係ねえか。アルミラージさん、
こんなに興味あるとか男にしか興味ないのかと思ってました全然違うだろう。それだいぶ違うだろう。でもあのゲームをさ、こう集めてさ、コンプしようかなと思ったのよ。おのおののハードのソフトを全部コンプしようかなと思ったんだけども、こう乙女ゲーってあるじゃん。男の人に恋してどうのこうのとかいうゲームがあるじゃない。乙女ゲー PS ビータとかさ、あとはなんだろう、プレセツあたりとかも結構あるよね。あれって別に集めたくねえなと思って、俺コンプとか興味ねえんだとか思ってコンプはしないことにしました。あれこれどうやっていけばいいんだろう。絶対ここだと思うんだけど。アルミラージさん、新しい扉を開けな。開けねえよ新しい扉絶対開けねえよ。ミヤポンさん、どうやってもこうやっても何も普通に進むんですよ、わら。普通に進めないんですけど。ケイケさん、トントントン。トントントン。コベさん、 あれ今度検査して新しい扉を開けるんでは。新しい扉を、いや、あのもうその扉を開いてます、だいぶ前に。わかったわかった。なんだよこれ、わかんないように描いてるだけじゃねえかよ。アルミラージさん、ケツ穴の扉、ケツ穴の扉も3年ぐらい前に開いてますよ。物殺されてんの医者2人ぐらいに眺められてるから、しばらく。ケイケさん、もうここでレベル99にしないんですか。しないよしないよ、なんでここでレベル99なのよ。ケイケさん、痛くないんですか。痛くはなかったけど、なんか変な感じ。うん、ズル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 って入れられるから、ここ右に行きゃいいんでしょ。おアルミラージさん、うう門が開いちまったか。シュラの門、シュラの門じゃない、普通にぶっ刺さったよ。グイ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 入れられていくから、なんか気持ち悪いって感じ。なんか気持ち悪いっていうか、なんかなんだろう、異物が入ってるみたいな感じ。アルミラージさん、いらん情報いらん情報グイ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 入れてくるのだって。ミヤポンさん、お、気づいた。やっとわかった、やっとわかった。ケイケさん、ズルズルズル、ズルズルズル、ズルズルズル。そんな小物グルメレポいらんわ。小物じゃねえから、小物じゃねえから。なんかね、痛いとか痛くないとかじゃない、不快、ただ単に不快。変なもんがズルズル。アルミラージさん、突ズル込まれたのか。突ズル、ズ、突ズル込まれたのか、よくわかんないけど、なんかまあそんな感じだよね。ケイケさん、本当の話ですか。え、本当の話だよ。全小部さん、聖剣付きがトラフォーみたいですよね。聖剣付きが、そう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 。あれ、KK さん よく分かってない。検査ね、大腸の内視鏡検診ね、それを来月受けなくちゃいけないね。わし、大腸に内視鏡カメラを突っ込まれるってことは、ほにゃららからカメラぶっ刺されるわけですよ。
その話をしてるわけだから金庫が入ってくるわけじゃないよ勘弁してね。ちょっとアルミラージさん、それカメラの勘ではなく医者のおっさんの舌だっとは気づかない吉尾だったそんなことねえだろ、そんなことねえだろ。けいけさん、検査引っかかったんですか？検査引っかかったっていうかね、人間ドックは引っかかんなかったんだけども、プラスで受けたアミノインデックスっていうなんかがんの可能性、今後遺伝子関係で。ドサンコさん、チンコの話ではないんですね。わら、やめてやめて、麻酔するとわからないと思いますずっとチンコの話してたと思った。ちょっとやめてよ、ちょっとやめてよ、やめて、ちょっと本当麻酔してるとわからないと思います。あ、でもあれですよ、麻酔したのかな、よくわかんないけど、なんか普通に意識ある状態ですよ。これは誰もわかりませんよ、誰もわかりませんよ。ベッテンコさん、チェアルミラージさん、吉尾体験を語る、やめろよ、みんな一部にしろ誤解を受けたのちょっとショックだよ。誤爆った、麻酔なしじゃないかな。ちょっと言うのかな、ちょっと後にしてよ。あ、ちょっとご飯あげてきますね。ちょっと呼ばれちゃったので、ちょっとご飯あげてきます。けさん、内視鏡ってどのくらい入れるんですか？アルミラージさん、3メートル？ミヤポンさん、検査だから大腸端から端まででしょうね。けさん、ひえけい、けさん、やっぱり検査前は絶食？アルミラージさん、吉尾さんの長18メートルぐらいありそう。ガンダムの全長が17メートル。全、小部さん、検査前の専用の食事が売ってるはずですよ。それを食べるように言われる。アルミラージさん、ケツ穴モビルスーツ。すいません、戻りました。内視鏡とかってどのぐらい入れるんですか？多分50センチぐらいは入るんじゃないかな。けさん、そうですね、検査だから大腸端から端まで、そうですね、結構長いと思いますよ。やっぱり検査前は、そうですね、絶食で、食べる前、検査の前は、あれですよ、下剤を飲まなくちゃいけないんですよ。で、下剤で全部出してから、色が、出して色がつかなくなってきたら。どこ行ってたんすか？え？あ、志村嬢さん、こんばんは。あ、今来たんだね。猫にご飯あげたのと、アルミラージさん、バリウム、氷とか飲み物ちょっと準備しました。検査入院。大腸検診は日帰りですよ。でも1日がかりですね。
よしおさんの蝶18メートルはねえよ検査前の専用の食事、そうだね、そうです、そうです、もう渡されてます。で前日からそれ食べて、当日は下剤飲んで、体のもの全部出さなくちゃいけないんですよ。で色が、その出るものが色がなくなってから受けるみたいな感じですね。血圧の動きでちょっとよくわかんないなバリウムは違いますね。検査入院はしないです。人間ドックで別に引っかかんなかったんですけども、アミノインデックスっていうプラス の遺伝子のところからがんの可能性を見るっていう検査を受けたんですよね。それだと人間ドックの普通の検査で引っかかんなかったので、遺伝子的に言うと大腸がんになる可能性がすげえ高いみたいな感じに出ちゃってて、そんなの怖くて検査できないです。そうですよ、もう前からも大変ですよ。前日じゃなくて、あれ前日に飲むのかな、下剤。でも当日もあれでしょ、下剤みたいなの飲んで全部出してからやっと検査みたいな感じですね。あ、ちょっと上に来ましたよ、来ましたよ。ここに見れればなんかそんなような魔法使いがいるんでしょ。そいつを倒してから姫救出だよね、多分。でも大腸がんはね、男性の、女性もあるんだけども、男の人と結構あれだよね、死亡リスクかなり高いんだよね、がんの中でも。で結構進行が早いのかな。でなんか疑いあるとか、あとなんだ、血便が出ちゃったとかしたらすぐ行って、それ血穴確定の内視鏡で見てもらった方がいいですよ。何にも血便も何にも出てないんだけども、今回検査しますから。怖い怖いっすよ、そりゃ。もうグリグリ入れられて、あれですよ、医者にアルミラージさん、血穴痛める遊びをするからかしてねえよ、してねえよしてねえから。ミヤポンさん、ミラルコ、ミラルコは見れる場とかっすよ。ケイケさん、検査にも行けない。検査は行った方がいいよ、結構の確率で結構死ぬからね。で一般的には鮮やかな血が出ると大丈夫、どつ黒い血が出ると大丈夫とかって言うんだけども、肛門の出口近くに大腸がんが出ると鮮やかな血が出るんだよね。だから鮮やかな血が出るからといって安心とか言うわけじゃないんだよね。鮮やかな血だと痔の可能性が非常に高いってだけで、だからもう血が出ちゃったらダメよ。あとは便秘が続くとか、あとおならが多くなるとかさ、腸関係とか便関係とかおなら関係の不具合が出ちゃったら結構可能性が高くなってくるから、でも一番はね、検査早めにやって初期の段階で取ってもらうからね。検査の時に取ってくれるからねもし出来上がってる場合ね、ちっちゃい場合にはその場で取ってくれるから。友達の美容師の人もなんかそれで命拾いしたの、体調悪いとかって言ったら、ちっちゃいポリープがあってそれ取ってもらって、検査の時に取ってくれるから、ちっちゃかったらね。で手術もなく日帰りでおしまいみたいな。ちょっと待って、こいつか、ちょっとセーブして。ケイケさん、血が出るのは怖いですね。血が出る、でもあれじゃ、血便が出るのはちょっと怖いかもしれないですけど、でもそれやっとけば長生きまだできるからね、死なずに済むからね。初期の段階だったらば全然何にも検査の時にちょっと取っておしまいだからね。それがもう進行しちゃったらもう助かんないよ。小部さん、血便は怖いですよね。ケイケさん、力んだら出たりしません。出ちゃったらね、力んだら出たりしますし、力んでも血は出たりしないですじゃあちょっととりあえずストーリー進みますよ。今日これで多分今日おしまいだと思うんで、これなんだ、ツボがあると思う。
アルミラージさん、到底ドラクエやってる配信の内容の会話ではないな。そうだね、病気のあれだね、なんか大腸がん検診の話になってる。じゃあ行きますよ、ミラルゴ撃破しますよ今日は。大丈夫だよな、準備なんかすることあるっけ他に。まあ俺が回復するとして、イカズチの杖を誰かに持たした方がいいか。ミレイユ、そうだね、これでいこう、これで完璧でしょ。よし行きます。ゲゲ、なんじゃ貴様たちは。ミダルゴ、ゲゲ、なんでわしの名を知っているのいるのじゃ。赤髪姫、ゲゲ、貴様何者じゃ。なぜイリカのことを知ってる。いかにもわしが鏡の中にイリカを封じ込めたんじゃ。ゲゲ、呪いを解く方法。ゲゲ、簡単じゃよ。イリカがわしの嫁になるって言えばいいんじゃよ。じゃがその様子じゃまだその気になってはおらんようじゃの。強情な女じゃよ。もう何千年経ったことやら。まあ焦ることもない、時は十分にある。そう、永遠に近いほどな。とにかく人の恋路を邪魔する輩は許しておけんの。ゲゲゲ、なんだこいつ。とりあえず命令させろでいきますか。発散は聖剣好き。アンモスさん聖剣好きできねえのか。変身させようか。ケさん、主さんに似てそうですね。似てねえよ、似てねえから。あ、回復主義よかった、戦う前に。アルミラージさん、爆裂拳あるのみなで聖剣付きなのか。爆裂剣の方がいいのかな。なんか一人だから爆裂剣の方がいい。アルミラージさん、倍率的にどう見ても爆裂剣のがいいだろ。よし、じゃあ爆裂剣で行くぞ。あ、ルカにもあるじゃん、間違えた。アルミラージさん、爆裂拳は複数回攻撃だぞ。あ、敵も増えたし、こっちの方がいいか。ケイ、ケさん、勝てそうですか。まだわからない、まだわからない。ルカにこっちランプ回しも効くかな。作るともうそろそろダメかな。志村城さん、強くなってくるとがぜん特技が楽しくなってきますにゃー。あー、そうですね、 MP 減らないしね。ミヤポンさん、ダメージもそんなに変わらないから避けられる可能性の低い爆裂剣が良さげですね。そうですね、そうですね、全員爆裂剣。なんでランプマージンで一人しか出ねえのか。ドサンコさん、ネギラゴン来た。これくらい強くなると全滅の危険はなさそうですね。いやー、志村城さん、
心強い仲間モンスターもできるみたいっすね。いやでも今あれ来ちゃったからね。メギラゴンが。全小部さん、半額セール話か。まあ多分大丈夫だと思うんだけどね。志村城さん、半額セルー。やだよ半額セールは。でも今日時間がないよ。これ失敗したら明日持ち越しになっちゃうよ。死んだ。まあでも3人でいけるか。これならねターンでなるとかじゃないんだね。なんか順あのなんだろう何回目に間違えた。やばい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 、これ間違えた。ドサンコさん、このままゴリ押せそうですかね。全コベさん、ガタが来ちゃうかもしれん。アジャパー、志村城さん、アニやってるだ。間違えた。やばい、もう一回出た。ミヤポンさん、失敗した。アルミラージさん、入れ替えないのか。入れ替え無理なのよ、これ馬車じゃないから。入れ替えできないんだよね。ああ、2人なった。ケイケさん、バシャバシャ。全小部さん、バギマ。いいからそれは。バシャバシャ。うん、なんだろう、なんか新たな攻撃を食らったのかと思ったら違った。全小部さん、ランプの魔人も仲間になったような。あ、本当？ケさん、大腸のたたり。大腸のたたり。そろそろいいんじゃないですか、ミラルゴさん。全小部さん、立て直せましたね。とりあえずね。
さっきのやばかったけどね。あ、回って増えた。コベさん、ミラルゴしぶといな。結構ね、そろそろ死んでもいいんじゃないかなと思うんだけどな。まあ、こっちはゲントの杖でね、とりあえず MP、 あ、やっといけた。もう楽勝でしょ。こいつ仲間なんねえかな。ドサンコさん、おお、行けそう。しかも時間内に今日のボス倒すと、落ちし、落ち、落ち、落ち。ミラルゴ、ゲゲ、ゲ、おのれ、貴様たちに負けるとは思わなんだ。ゲゲ、イリカ、わしはただお前がゲ、ゲフ。ゲ、ゲさん。パチパチパチ。あ、KK さんありがとうございます。なんだ、普通に倒しちゃっただけ。なんかなんもないの。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 なんかなんもないの。普通に倒しておしまい。これ戻るの。なんだろう。なんで、なにこれ。全コベさん、パチパチパチ。あ、全コベさんありがとうございます。普通に敵出てくる。じゃあミレイユ一回出してあげよう。ドサンコさん、八八八。あ、八八八、ありがとうございます。アルミラージさん、ディレミと使え。ちょっと待って、ちょっと待って。ベッテンコさん、八八八。あ、ベッテンコさんありがとうございます。少なくなってんね。なんかいい、1割引きじゃないけど、1個ずつ1個減ってるよ。ドサンコさん、無事に倒せたのでお先に失礼しますね。ドサンコさん、おやすみなさい。お疲れ様です。あれ、ケイケさん、なんで戦いなのにミレイユさん跳ねてたんですか。寝てたんじゃないんだよね。そっか、1回内で MP 切れちゃった。ちょっと待って、バーバラさんがディレミと使えたっけ。あ、オッケーオッケー。フォーン城は下の下に行かなくちゃいけないんだよね、確か。だからダーマ行って。小手さん、男性至上主義なので、わら、男性至上主義なので、何の話なんだ。ケイケさん、おやおや、あれ、ちょっと待って、強さそろそろ転職しなくて大丈夫。まだか、まだだ。ずいぶん遅いよね。あれ、レベル上がるのがさ。しまった。あ、いいのか。ちょっとミレイさん一回出せないといけないから、どっか適当な街に。つうか、なんか
あれだね、カジノがさ、全然アルミラージさん、女のミレイユには寝てもらってハッサンアモスとむさ苦しい男と一緒にオスオス楽しむのがヨシオ流。ヨシオ流じゃないよ。なんだそれは。まあ教会でお願いしよっか。結構お金増えてる。1万4000ゴールドだった。だいぶ迷いましたからね。オッケーオッケー。カジノがさ1個しかなかったんだっけ。サンマリノだけ。そんなことないよね。ちょっと王様に行きますか。本庄無戻ったのかしてどうなったのだな。何仕留めたと。うん、そなたたちならきっとやってくれると信じていたぞ。これでこれで姫、そうか、イリカという名前なのか。これでイリカ姫を鏡の中から救い出せる。さあ、そなたたちもついてきてくれ。ケイケさん、イリカハイリカ。何の話なの。ホーン王、今こそこの呪文で呪いが解けるはず。アルミラージさ ん, 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 ん、イリカのバギマ。やめろっつうの。王は静かに目を閉じて何やらつぶやき始めた。ゼン、コベさん、イリコ。イリカ、イリカです。呪文を唱えたのこれ。志村城さん、男性マスターヨシエサム。ヨシエサム。よくわかんない。本王、何時我が愛を受け入れるか。アルミラージさん、王、南妙法蓮華経、南妙法蓮華経。やめろ、宗教、宗教絡みになっちゃう。なるほど、イリカのメモメモ。イリカのメモメモ、よくわかんない。本を受け入れるなら、我が名を呼べ。何時の愛する者の名を。すげえな、なんかこう。本を、てんてんてん。ほ。本を、イリカ、本。イリカ。あ、アルミラージさん、この曲すこ。ポンを、おーおー、ポン、ありがとう。アルミラージさん、精霊王の勘、曲のタイトル。あ、そうなんだ。へー、精霊王の勘。イリカ、本当に今ここに君は存在しているんだな。そうよ、フォン。あなたとそしてそこにいる勇気ある人たちのおかげ。アルミラージさん、冠や。冠、精霊王の冠か。ハッサン、私には霊の言葉すら思いつかない。この喜びをどう表したらいいのか。プオン。プオンです。プオンは違います。
どう表したらいいのかよくわからないのだ。しかしこの礼は必ずすると約束しよう。だから今は。小部さん、冠二郎。冠二郎は違うね。違うね、だいぶね。今はイリカと二人きりにしてほしい。行こう、イリカ。皆に紹介しなくては。ケさん、ハッさん、主人公はどこに行ったんですか？いないね、任せた。アルミラージさん、大川栄作？大川栄作ではないね。冠二郎と大川栄作は似てるけど違います。もう決めてあるんだ。君を妃、妻に迎えたい。嫌か？さあ行こう。強引だな。アルミラージさん、鼻がでかい。何の話？大川栄作が？鼻がでかいつながり？それ今意味あんの？なんか。どうなっちゃったのこれ、この城。全小部さん、大川隆史、やめとこう。もう来た木のアルミラージさん、ところ座っちゃった、ね、幸福の科学。いいからいいから、もうそれ。おう、ハッサン、よく来てくれたな。そなたのおかげで私はイリカを妻に迎えることができる。本来なら盛大な式を挙げ、その人たちを招くところなのだが、まあそれはそのうちにということで置いておこう。ともかく礼を言うぞ。そしてこれは我が城の記憶からあるものだ。正解は幸福の科学。え？何？よくわかんないな。この水門の鍵をそなたたち、ああ、エリアが広がるんだね、これでね。この鍵があれば、さらなる世界がそなたたちの前に開けるだろう。ケイ、ケさん、早く報酬を。早く報酬を、ほんだね。ハッサンは水門の鍵を受け取った。そなたたちのますますの活躍を期待しているぞ。もうどのくらい昔のことだったか。時間の感覚が麻痺してはっきりわかりません。あの日ミラルゴは私たちの城を襲い、私の愛した人を死に追いやりました。ミラルゴは私を連れ去り自分のものにしようとしました。でも私が自分の愛を受け入れないと知ると、私を鏡の中に新たなる世界を開ける鍵、白神。やめて、やめて。自分を愛するというまでいつまでも待つと言い残して、初めてフォーンと会ったその時私には分かったのです。ベッテンコさん、千目よしこ、ケイ、ケさん、アイハチカラテ。彼はかつて私が愛した人の生まれ変わりであると。アルミラージさん、菊門の鍵か。やめろっつう。そして何千年の時を超え、私は彼と結ばれることができました。それもすべてあなたたちのおかげ。ケイ、私が何か、やっぱ若い方が。若い方が何の話なの？私で何かお役に立つことがあったら遠慮なく言ってください。私の古い知識が必要なこともあるでしょう。なんかあれかね、今後つまずいた時、あれかね、なんかあるのかね。じゃあちょっと12時も越してしまったので、今日はこれで終わりにしましょうか。一応フォーン城のこのイベントもクリアしたんで、あれですね、水門の鍵明日使って、あれですね、ちょっと新しいエリアに行くみたいな感じですよね。とりあえず順調に終わってよかった。あのミスったので、お疲れ様でした。あのミスったのでいけないかと思っちゃったよ。ケさん、進みましたね。あ、そうですね。ミヤポンさん、おつでした。あ、シゴルさん、お疲れ様でした。ミヤポンさん、お疲れ様でした。じゃあ今日はこれでちょっと終わりにしたいと思います。あれ、ベッテンコさん、お疲れ様でした。ベッテンコさん、お疲れ様でした。ケイケさん、お疲れんこん。ケイケイさん、お疲れ様でした。コベさん、
全国お疲れ様でした。お疲れ様でした。志村城さん、いやだ。志村城さん、お疲れ様でした。皆さん早寝早起きしないとあれです、疲れが溜まっちゃうんでね。けいけさん、大腸お大事に。大腸お大事に、ほんとそうだね。りのっかさん、お疲れ様でした。りのっかさん、お疲れ様でした。 PC 大丈夫でした？じゃあこれで今日は終わりにしたいと思います。お疲れ様でした。おやすみなさい。ではまた。おやすみなさい。吉尾さん、お疲れ様でした。アルミラージさん、ほな。